はい、皆さんこんにちは。お父さんのための野球教室の永田です。今回はですね、少年野球審判講座の番外編として、2022年4月24日に、京セラドームで行われました、ロッテオリックス戦のある問題のシーンについてですね、プロ野球審判として29年間、1451試合、出場されました。また数々の、ね、名場面をさばいてこられた元パリーグ審判の山崎夏夫さんにその辺を解説していただこうと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。このシーンなんですけど、ロッテオリックス戦の2回裏ですね、2アウト1塁、ピッチャーはロッテの佐々木朗希投手、バッターは足立選手という場面の3球目のボール判定の後に起こるんですけど、テレビとか映像を見てる限りは、白井球審ですね、球審がこうホームへ、ホームからマウンドへ詰め寄っているような、絵がもうたくさん流れてたんですけど、この辺はどういう、場面というかどういうシーンだったんでしょうか。私もね、リアルタイムでは見てないんですよ。だけどもその後動画がね、もうものすごくたくさんアップされましたからね、つぶさみ見ました。そして自分自身もね検証しました。で、僕もね審判応援団長という立場を取ってます、はい、何があろうともね審判の味方します。とはいえ、全肯定はできないですね、ある面ではちょっと改善点も必要あるんじゃないかと。なるほど、そう思いました。でまずね、肯定面から話しましょう。はい、まず、ね、試合審判の取った、行動正しいです。もうルールにのっとってやってることで全く間違いありません、皆さんねこのルールブックね、公認野球規則、はい、8.02、 まず A、 ここをしっかり読んでもらいたいんです。概略言いますと、はい、お願いします。審判、監督もコーチも選手も審判の下した最終の判定に異議を唱えることはできない、そう書かれてます。はい、異議を唱えれば退場になっても仕方がないとね、これはもう野球の大原則なんですよ、そして意外に、ね、知られてないんですけども、この条文の後にね言中という部分があるんですね、はい、ここ実は知らない人が、ね、多いような気がする、この部分だけねちょっと読みましょう、はい、ボールストライクの判定について異議を唱えるために、プレイヤーが守備位置または塁を離れたり、監督またはコーチがベンチまたはコーチスボックスを離れることは許されない。もし宣告に異議を唱えるために本塁に向かってスタートすれば警告が発せられる。警告にもかかわらず本塁に近づけば試合から除かれる。こういう条文が、ね、あるんですよ。なるほどな。ですからストライクボールの判定に対しては特に厳しいわけです。はい、異議を唱えるために球審に向かっていくこと自体が許されない行為なんですよ。ああ、なるほどね、ですからあのシーンね、何度も見ましょう、間違いなくね佐々木君はねマウンドを降りたんですね、そうですね、ちょっとこう、降りて何歩か進んでましたもんね、何歩か前に進みましたね、ですからその行為に対して警告を与える、これはもうね審判がこのルールをきちんと守ったっていうことなんですよ。なるほど。ここで警告をしなければ審判の側のルール違反になるんです。これとね同様のケースは1週間前にもあったんですね、マリンスタジアムの伊藤大海投手、日本ハム、5回2アウトからか勝ち投手の権利目前のところで2ストライクから、外角低めにね自分じゃもう会心のボールだったんでしょう、ストレートがビシッと決まったと、が無情にもね、判定はボールだったと、もうその投げた瞬間ですね、ミットに収まった瞬間にもう彼はねストライクを確認してガッツポーズもしたらしいですよ。俺がボールと言われたんで前につんのめってよろけてなんか土下座したという絵がね、ありましたね。ありましたね、僕もそれ見ましたけども、傍から見たらどうかですよ、いかにも審判にボールと言われたでがっくりして審判さんお願いしますよ、そんな風に見えてしまうと。そうですね、あのね佐々木君のもう伊藤投手も心の中は分かりません、どうだったのか、嘘っていうのはもう自分に対するダメだったのかという悔しさだったかもしれないし、伊藤君にしてもあちゃー入ったと思ってたけど外れてた、ガッツポーズまでしちゃって恥ずかしかったなとか、悪気はなかったんでしょうきっと、
だけども審判っていうのはですね、気持ちの中まではそう行動からは汲み取れませんから、目に見えている行動からしか判断するしかないんですよ、ね、例えばバッターがハーフスイングやった、自分じゃ振ってないと思ったってそれを判断するのは審判なんです。ストライクボールも同じことなんですよ。でこの前に駆け寄ったっていう行為も気持ちは分かんないけども、その行為自体がこのルールで禁止されてることなんです。ですからこれに対して警告を与える、これは全くね問題ないことなんです。はい、そしてですね、その投球判定にしてもですね、まあ一軍の審判やるのにね、皆さんどれぐらいかかると思います？審判を志してからね、はい、まあ、大体あの舞台に立つまで10年かかるんですよ、うん、そしてその間にね、何十万球ものボールを見て練習して、もう目がもうチカチカして目が痛くなるぐらい練習して、それでやっと自分のゾーンも確立してあの舞台に立てるんです。まあ試合審球審はまあ今年26年目、はい、すでに1500試合以上も出て、日本シリーズにも4回出てる優秀な審判ですよ、うん、それなりのやっぱりね、あの技術は間違いなく持ってるんです。持っていなければ淘汰されるんですから、この世界は。ですね、はい、うんうん。ですから、そう言ってもね、リスペクトしてもらいたいんです。ね、あの一軍の審判っていうのは、それだけのね、技術、努力、研鑽して、この場にいるんだという、審判に対するリスペクトね、それを持ってもらいたい。もちろん審判の側だってね、選手にリスペクトしてるんですよ、うん。例えば我々はね、エラーがあったり、三振したり、そんな選手にね、なんだなんて笑ったり、そんな失礼なことは絶対しませんから。彼らの技量を尊敬してるからなんですよ。一軍の舞台に立つ選手を尊敬してるからなんです。同じように選手もね、審判の判定にはね、尊重してもらいたい、尊敬してもらいたいんです。その場にいる人を。となると、そういった、行為はいかがなものかと、はい、事前と、慎むべきではないかと、私は思いました。うん、まあ、この辺はね、私が、白井球審の、ね、行動を肯定する点です、はい、ただ改善しなきゃいけない点もあると思うんですよ。まず一つはね、試合後です、はい、報道陣がね、駆けつけました。審判室にどういうことだったんですかと、まあ、あまりああいったシーン見られませんから、その時の回答がですね、残念ながら何も言う必要はない、ノーコメントですとしか言わなかったらしい、まあ、これが非常に、ね、残念だったんですよ。この危機管理のね、一番大切な点はね、事後処理なんです。そうですよね。そして、はい、うん、迅速な対応なんですよ。うん、そして何かあった時に周りが分かってないんだったら、うん、説明責任があると思うんです。うん、そういう人たちに親しめるために。はい、まあ、一応 NPB のね、審判マニュアルではね、で、何かこういった問題が起きた時、まあ、すぐ審判長にも連絡しますけども、まず、当該のね、審判団、クルーで試合終了後すぐに話し合いを持つと。そしてその上で、審判クルーとしての統一見解を出す、まあ、その後にね、記者なんかが来た時には説明する、まあ、そういうふうなシステムできてるんですにもかかわらず、あの答えが出たということは、それがじゃあ審判クルーの結論だったのかということなんですね。ノーコメントが、うん、僕はこれはちょっといかがなものかと思ったんですね。僕自身も今もう完全外部の人間ですから、何も知る由がないんですよ。どういった事情だったのか、本当に、何があったのか、その現場で、うん、これが一つ。そしてもう一つはやっぱりですね、先ほど言ったように審判もね、選手の行動しか見えてないんです。逆に言えばお客さんも選手も審判の行動しか見えないんですよ。そうですね、はい。ということは、うん、あの時の、険しい顔だとか、うん、雰囲気とか、つかつかと歩み寄っていったとか、これはどうだったのか、どういうふうに見えたのか、うん、まあ、おそらく白井君自身もね、その映像は何度も見返してるでしょう。ヤンネルが見返してると思います、うん、そうすると第三者から見たときにあの絵はどういうふうに見えていたのか、まあ、ここは自分でね検証してもらいたいですね、うん、もし警告を与えるんならば、例えば球審のそのポジションからね、白井君ダメだよと、うん、投球判定に異議を唱えることは禁止ですとね、警告を与えます。それ以上近づいたら退場なんですよ。もうそれはやっぱりこれに書かれていますから。そうですね、ルールですもん ね、はい、まあ、仮にの話です。うん、佐々木君がもしメジャーリーグに今度行ったとする、うん、その時にこのルールをきちっと押さえていなくて
あれ、何か球審がわーわー言ってるな、さらにもう一歩近づいていったら、もうそこで今度は下駄アウト、退場になってしまうと。なるほど。うん、まあ、そういうケースもね、考えられますし、うん、今回のことは一つのね、勉強をしたんだというふうに捉えてもらいたいですね。そうですね。まあ、昨日になってからですか、ようやくね、NPB からもね、公式見解というか、事務局長の方からね、まあ、かなり事件と呼ぶにふさわしいぐらい大きな問題になってしまいましたから、見解が出ました。で、まあ、審判長自身も、もう少しその警告の仕方にもやり方があったのではないかと、まあ、これは審判部内全員にね、問いかけだと思います。お互いに考えようじゃないか、うん、ね、まあ、これが私の今出ている結論ですね。なるほど。そうですね、まあ、こういうあのルール的なものがちゃんとあるっていうこともやっぱり見てる我々分からない人が多いと思うんで、うんうん、そう、まあ、あのシーンだけ見ちゃうとこう感情的になってマウンドまで行ったのかなっていう捉え方もできると思う。そうですね、はい、実際僕のね、現役時代に経験したことは、とにかく審判っていうのは何かあったとき、まずね、報道陣の人は来てくれないんですよ。で、言われっぱなし、叩かれっぱなしだったんですよ。なるほど。だけど、この間の試合に関しては、試合終了後にね、報道陣の人たちも審判室まで来てくれたらしい。はい、だったら、その発言の場をね、自分たちで拒否しちゃいかんと思ったんですね。せめてこのルールに基づいた行動だったんだと、はい、うん、8.02 の A の項目、そしてその厳重にあること、うん、これをきっちり遵守したということをまずね、説明すれば、そうですね、あ、これほど大きなことにはならなかったんじゃないかと思いましたね。はい、そうですね、あ、そういうルールがあったんだなっていうのが分かれば、はい、まあ、おそらくその聞いてくる人たちもね、8.02 は知ってると思うんですよ、はい、異議を唱えてはならない。だけどその後の厳重、特にこのストライクボールの判定に関して、本塁の方向に向かってはいけない、向かったら警告を発せられる、ここまでしっかり捉えてる、抑えてる人はそう多くないと思うんです。そうですね、はい、ですから実際プロ野球の投手だってね、知らない投手は結構いるんじゃないかと思う。いや、そう思いますね、はい、っていう行為がね、禁止事項だということ、はい、だからこれはまあ一つのね、勉強する題材を与えたというふうにも僕は捉えています。はい、そうですね、うん、分かりました。まあ、今回ね、すごくまあ、物議を醸したっていうところで、大きな問題になってしまったんですけれども、まあ、こういうルールがちゃんとあるっていうところと、うん、まあ、そのルールをちゃんと適用したっていうところで、まあ、こういうシーンになったっていうことですよね。そうですね。はい。で、あと最後一つお願いはですね、まあ、一応昨日の NPB からのね、公式見解も出ましたし、僕はこれで一定の収束にすべきだと思います。はい、この問題に関しては、うん、どうもやっぱりネット上ですとね、過去の、うん、トラブルだとか、うん、映像だとか頻繁に出してきて、やっぱり白井球審というのは問題児だったんじゃないのかとか、うん、まあ、いろんなね、つまらぬ、憶測やなどが飛び交ってます。もうこういったことはやめましょう。はい、そして、まあ、彼自身もね、おそらくまだ何時間か苦しい思いもするとは思うけれども、うん、まあ、そんなことでへこたれるのはね、山の男じゃないと僕は思ってます。うん、はい、まあ、ファンもね、まあ、当時したあのシーンの中にいた選手、審判の方々 も前を向いてこう野球を楽しもうと、まあ、いい試合をしようということで、やっていただければなと思いますね。はい、はい、今日は山崎さんに、まあ、話題になってしまったこのシーンを、解説していただきました。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。本日はご視聴ありがとうございました。では本日はこれにて、ゲームセット。